皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はご自宅で器具なしでできる肩の裏側ビアデルトのトレーニングをご紹介させていただきます。まあ、肩のトレーニングっていうとね、まあ今まで倒立とかね、ダンベルを使った種目で言ったら、まあダンベルショルダープレスとか、サイドレイスとか、リアレイスとか、いろいろ紹介させていただきましたけども、いろんなね、その種目の中で、やっぱり肩のね、リアを鍛えるのって地味ですけど大事ですよっていう話をずっとしてきました。リアを鍛えておくと、見た目のバランスが良くなるだけでなくて、肩の怪我の予防にもなるということで、なるべくね、自重のトレーニングでも、肩のね、裏側、リアデルトはしっかり鍛えていただきたい。ということで、そのための種目、今回は紹介させていただきます。リアデルトプッシュアップという種目になります。ちょっと聞き馴染みのない名前かなと思うので、ここでね、覚えてしっかり実践していただければと思います。で、まずやり方なんですけども、床に両膝をついていただきます。できる方はね、こう膝じゃなくて、こうつま先をつけるような形でね、やっていただいてもいいんですけども、かなり負荷が強いので、初めはね、膝立ちから始めていただくのがいいと思います。だいたい肩幅ぐらいに両膝を開いて、床の上に立て膝の姿勢になっていただく。で、そこから、まあ腕立て伏せのようにね、しっかりこう手をついたところから、両肘をつけます。で、片方の肘を、大体ね、肘が顔の真下に来るぐらいの位置に、こう横向きについていただいて、ぐーっと体を横に倒して戻す。横に倒して戻す。ここからぐっと戻してくるときに、肩のリアの力を使います。要するに、このリアレイズのこの動きを床でやるという形になります。横からやってる姿をね、横から見るとこんな感じです。可動域が狭いので、そんなに強い負荷がかかるかっていうと、なかなかね、こう器具を使ったトレーニングに比べるとうまく負荷がかからない時も結構多かったりするんですけども、ただね、自分の体重が負荷になる分、重量による負荷自体は大きいので、怪我にだけ気をつけていただきながらね、しっかり自重でもリアデルト、肩の裏側を鍛えていただければと思います。他にもね、鍛えたい部位、器具なしで鍛えたい部位あれば、ぜひコメントよろしくお願いします。そしてね、Bレジェンド公式 LINE やっております。概要欄にね、 LINE 登録の、ね、リンク記載しておりますので、ぜひぜひね、クリックしていただいて LINE 登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。